忘れるな、マサル。何かあったら心で考えろ。今はどうすべきかってな。そして笑うべきだと分かった時は泣くべきじゃないぜ。助かったんだよ、なるみ兄ちゃん。よりも手前側の星空のインクの中落として見失って探し物、心は眠れないまま太陽の下夜の中継ぎはぎの願いを明かりにして、何もいらない、だってもう何も持ってない、あまりにこの空っぽが大きすぎるから、たった一度だ欲しい、鏡のように手を伸ばして欲しい、その一瞬の理解のため、それ以外の時間の全部が燃えて生きるよ、僕の正しさなんか僕だけのもの、どんな歩き方だって愛に行くよ、胸の奥で際限なく育ち続け、一つだけ抱えていつだって舞台の上、なるみ兄ちゃん、なるみ兄ちゃんがいなくなってから2ヶ月が経ちます。なるみ兄ちゃん、僕は元気です。とは言ってもあの時の怪我のせいで入院がだいぶ長引いちゃったけどね。でも今日は久しぶりの小学校です。お坊ちゃま、ナプキンを。白金は今ストローサーカスをやめ、僕の家でメイドさんとして暮らしています。いつまた僕が襲われるかもしれないから、そばで面倒を見たいって。それはとても嬉しいんだけど。はい、お坊ちゃま。あーん、やめてよ白金、自分で食べられるから。そうですか、失礼いたしました。ちょっと過保護です。行ってきます。あれ、その格好。今日から一緒に学校への登校させていただきます。あ、そうか、白金今日から高校生だっけ。はい、サイガのお名前をお借りして高校に編入することができました。お坊ちゃまの学校の隣ですから、何かあったらすぐに駆けつけます。おはようございます。どうぞ。ありがとう、でもいいんだね、白金。そうですね。しかし二人で歩いて行きたいんだよ。なるみ兄ちゃん、僕はこんなに笑えるようになったよ。白金はとっても綺麗でとっても優しいんだ。きっとなるみ兄ちゃんがいろいろなことをいっぱい教えてくれたからだよ。僕たち二人に。マサル、お前は笑ってろよ。泣くことがあってもいい、でも笑ってろよ。あの、お坊ちゃま、よろしいでしょうか。ん、何？申し上げにくいのですが、お坊ちゃまが学校でいじめられていらっしゃったと聞きまして。別に。今日から目立たぬようにされてください。目立つことがそういう人たちの気を苛立たせるのですから。でも白金、僕今までだって目立つことなんて別に。私の目をご覧ください。この目が普通とは違うと言って、サーカス学校で私も随分いじめられたものです。
白金も。はい。でもそういう者たちも私が目立たぬようにしているうちにいつしか飽きて去りました。そんなもんかな。おい、あれマサルじゃね。ああ、お久しぶりの学校かよ。俺たちの獲物復活。それでは私は隣の高校に行きますので。うん、またね。いいですか、くれぐれも目立たぬよ。それでもいじめられるときは私を呼んでください。私がアルルカンデレッツァーマシオ。そっちの方が目立つって。そうか、こういうことされてたんだっけ。そういえばあの屋敷でも靴なかったな。あの時に比べればこれくらい。なんだあいつ、笑ってやがる。以前はすぐベソかいてたのにな。最後。あ、おはよう。超久しぶりじゃん。どうだったの海外旅行。海外旅行？何よ、先生からそう聞いていたけど、サイガは長期旅行で学校休むって。あ、そうだった。うん、楽しかったよ。いいなあ、お金持ちは。今度はゆっくり話聞かせて。何が海外旅行だ、余裕かましてられんのも今のうちだぜ。ということでこのクラスに留学生を迎えることになった。フランスとの文化の違いはみんなにとっても勉強になるだろう。サイガ白金と申します。どうぞよろしくお願いします。うわー、超綺麗。たまらんわ。何さ、フランス人だかなんだか知らないけどさ、気取りやがって。じゃあサイガさんは一番後ろの席に。はい。サイガ、ちょっと待ちなさいよあんた。何よそのスーツケースは。そうよ、何考えてんのよ、謝んなさいよ。え、申し訳ありませんでした。ちょっと、何。よかった、お怪我はないようです。ああ、どうぞお許しください。いい匂い。さすがフランス人ね。何か話しかけよう。フランス語でこんにちはって確か。あのメルシー。オリエ、また始まったよ梶山たちのいじめ。うん、ムカつくことはムカつくけど、サイガも悪いのよ。いつも軟弱でさ、いくら私がクラス委員だからって助けてやる気なんてないわよ。ええ、うまいね。くそ。起立。で、着席。やはりお坊ちゃまはいじめられている。上手の人でした。血管の膨れた頑丈な手をいろりの焚き火にかざしながら、それからそれと愉快な狩りの話をしてくれました。その話の中に今から35、6年お坊ちゃま、おいたわしや。ここは私が。いや、これでは目立ってしまう。何、梶山くん。久しぶりに学校に来て何の挨拶もなしかよ。俺たちの使いっぱのくせによ。ごめんね、あの。なめんじゃねえ、アマジンのボンボンけよ。お坊ちゃま、やめなよ梶山くん。サイガが何したっていうの。何、あの子はよし。オリエ、なんだよ、お前マサルのこと好きなんだろ。違うわよ。だったら引っ込んでろよ。お前もマサル菌の仲間にすんぞ。やめてよ梶山くん。上田さんもいいんだよ、僕ならいいんだ。何言ってんのよ、あんたがそうなんだからいじめられるんじゃない。うん、
別にいいんだ。何笑ってやがった、バカにしやがって。お坊ちゃま、こいつ違う、今までと違う。最後ごめんね、脅かしたくなかったんでバンダナで隠してたんだ。でもどうせ分かっちゃうのにね。次の時間体育だから。こんなこと言いふらすことじゃないけど、僕が学校休んでたのは旅行に行ってたわけじゃないんだ。僕すごく怖い目にあって、世の中には人を殺すのを何とも思ってない人たちがいるって知ったんだ。これはその時に負った傷なんだ。だからそれに比べればどんなにいじめられたって何でもないんだ。でもね、言いたいのはそんなことじゃない。何笑ってんだって梶山くん聞いたよね。それは僕を助けてくれた人がいて、その人はどんな時でも負けなかった。どんな危険な時だって笑っていた。だからその人みたいになるには僕は笑わなくちゃ、笑ってなくちゃいけないんだ。どういうつもりかね、サイガさん。あの子、編入初日からサボりだって。いきなり目立ってるわね、いろいろと。中町さん、あんたいい加減にしてくださいよ。ここの家賃、もう1年も溜まってるんだよ。申し訳ありません。すいません、もう少し待ってもらえればまとめてお支払いを。あんたね、もういい加減に諦めたらどうだい、サーカスなんて。時代遅れなんだよ。はっきり言って。ふざけるな。どこが時代遅れなんで。人が体張って命がけでやってきた仕事だ。お前さ、落ち着いて。あのさ、最後何？あんた変わったよね。そうかな。変わったよ。さっきの梶山のこともさ、一体何があったの？あんたを助けてくれた人がいるって言ってたけど、どんな人？うん、一人はフランスの女の人だよ。隣の高校にいるんだ。真面目な白金のことだから高校でもうまくやってると思うけど。虚しい喝采を思い出さぬがいい。いつまでも耳や肩に残るものがあっただろうか。眠るがいい。柔らかに仰む化粧鏡の中に。すげえ、本当に外国人。いい声や。あの白金さん、そんなに気合い入れなくても。できました。すごい。私は俺だ。へえ、白金さんってサーカスにいたんだ。じゃあ運動神経も抜群だね。うん。では小塚さんにお手本を見せてもらいましょう。行きます。嫌な感じ。小塚のやつ体操部だからって目立っちゃってさ。目立つ？それはいけません。私もこの目の色のせいでサーカス学校でいろいろあって。え？白金さんサーカスにいたの？先生、白金さんにもお手本を見せてもらいましょうよ。あの、私目立つのは。そうね、無理しなくていいから何かやってくれるかしら。何かって何をやれば。
さっきの人がやったようなことだろうか。ああ、気取っちゃって。あんな子に何ができるっていうのよ。あんなの体操じゃないわよ。聞いてると、その白金って人完璧よね。完璧。いや、上田さん、違うんだ。白金は完璧なんかじゃないんだよ。白金はたとえ自分がどんなに褒められても、どんなに人に好かれても、決して笑うことはないんだ。少し首をかしげて、寂しい微笑みを浮かべるだけで。僕が白金の思いを知ったのは、からくり屋敷で怪我を負い入院している時。お坊ちゃま、私はあの時加藤に笑ってあげられなかった。加藤がゾナハ病で苦しんでいるのに、彼を癒すには人の笑顔が必要なのに。だから私はもう。あの時、笑顔を必要としていた鳴海兄ちゃんに白金は笑ってあげられなかった。だから白金は鳴海兄ちゃんのことを忘れない限り笑うことができない。でも鳴海兄ちゃんを忘れることなんてできないよ。ねえ、教えて、なるみ兄ちゃん。どうしたら白金は笑えるようになるんだろう。ねえ、サイガー。それで、白金さんは今度はどこのサーカスに入るの？え？サーカス？そうだよ。もともと団員だったんでしょ？また入ればいいのに。私、見てみたいな。白金さんのサーカス。そうか。サーカスか。なんで俺がこんなこと。おやっさんが大家さんを怒らせるからですよ。せめて掃除くらいしないと。でもこれからどうすれば。やっぱ大家さんの言う通り時代遅れなんですかね、サーカスなんて。確かに子供たちはアニメやゲームに夢中だしな。神様は俺たちにサーカスをやるなって言うのかよ。ちょっとお坊ちゃま、一体どこへ。サーカスだよ、サーカス。サーカス、どういうことでしょう。確かこの辺にあった。ねえ、僕はまだ見たことないけど、この町にもサーカスがあったんだよ。白金、サーカス好きなんでしょ。だったら。待ってください。私は自分のことはどうでもいいのです。よくないよ。白金はいつも僕のために。でも白金にだって楽しいことがあっていいと思うんだ。だからサーカスに入ればいい。ちょっと待ちない。話から察するに、そのジョーさんがうちに入りたいってことかな。中町サーカスの人ですか。おう、団長の中町忍だ。おお、美人だ。こんにちは、僕マサルと言います。お願いします、白金をサーカスの仲間に入れてあげてください。お坊ちゃま、私はまだやるとは。やってよ白金。坊や、
わがままはいけないな。サーカスは子供のわがままでやれるもんじゃないよ。お兄さんたちもサーカスの人？何をやるんですか？お、ちょっとな。しょうがねえな。白金、白金も何か見せて。かしこまりました。ではすげえ。あんた本当にうちに来るか？お坊ちゃま、私はお坊ちゃまをお守りするのが使命です。しかし、私が好きなことをするというのがお望みなら、私はこの人たちとやりましょう、サーカスを。一目見ればわかる。お前さんには芸人としての花がある。なんか望みが出てきたぜ。中町サーカスの復活のよう。ですよね。やった。改めて紹介するぜ。こいつらはノリとヒロ、そしてもう一人、宇宙動物使いシスターリーゼロステで。よろしくです。こちらこそよろしくお願いします。ナルミ兄ちゃん、僕は笑えるよ。いつだってナルミ兄ちゃんが教えてくれたから。白金だってきっといつか。だからナルミ兄ちゃん、安心していて。そんな気もして、どうして生きてるのか。